はいどうもこんにちは、ケンタロウチャンネルへようこそ。今日はですね、珍しいお菓子紹介30節ということでやっていきたいと思います。今日紹介するお菓子はこちら、じゃじゃーん。はい、富士屋から出ていますね、トムとジェリーのチーズチョコレートでございます。美味しそう。これ小さいけど、どんな、チョコレートだからね、美味しそうだよね。どんな味がするんでしょうか。こちらにね、パッケージの、ちょっと、ね、詳細みたいなの書いてあるんですけど、そう、トムとジェリーがね、追いかけっこしてて、可愛らしいですね。はいはいはい。外側にチーズパウダー入りホワイトチョコレートっていうのがあって、で、中に小麦かパフみたいなのがあるらしいので、食べていきたいと思います。じゃあ、入れみよう。はい、じゃあ食べていきたいと思いますね。いやー、いろいろ僕商品紹介してきましたけどね、このチーズの香りすごいよ。漫画ってかってぐらいね、とってもいい香りがします、チーズ。わー、香りがね、なんかね、ちょっとカマンベールっぽいのかな、カマンベールだったり、その漫画に出てくるあのチーズの香りがするんですよ。そう、それがすごいね、香りがとってもいいです。じゃあいただきたいと思います。いただきます。あ、これ絶品。あ、これめちゃくちゃうまい。なんだこれ、これはうまいです。びっくりびっくり。あのね、ホワイトチョコレートなんだけど、チーズなんだよね。すんごいチーズの香りがするの。チーズとホワイトチョコレート、ミルク感がたっぷりのチーズで、本当に美味しい。なんだこれは。で、なんか、クランチも入ってて、サクサクもするんだけど、香りがとってもいいですね。なるほど。これは、結構うまいです。美味しい美味しい。なんかね、こんな感じで丸い感じなんですけど、周りがね、とってもチーズの味なんですよね。濃厚なんですよ。ちょっとバターっぽい感じかな。バターとチーズと、ミルクって感じ？ミルクの味もするんですよね。舐めてたらね。とっても美味しい。びっくりしました。美味しいです。最高です。はい、今日はこちらのチーズチョコレートでございました。香りがとってもいいし、美味しいですね、一つ一つ。まあ、ただちょっと何でしょうね。一気に食べるのはね、大変なので、何でしょうね。時間かけてね、少しずついただこうと思いますね。はい。じゃあ、今日はこれぐらいになります。そうですね。今後もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、共有の方よろしくお願いします。ということで、以上。